トショップのフィルタ機能を使うと、カメラで撮影した写真をもとにして、クレヨンや色鉛筆で描いたような絵画風の画像を作成することができます。こちらの2枚の画像をご覧ください。犬の画像です。こちらはカメラで撮影した犬の写真です。それをクレヨンで描いた絵のようなタッチにしてみました。フォトショップのアーティスティックフィルターを活用すると、写真を絵画風に変えることができます。では、犬の写真を完成例のような絵画帳にしていきましょう。前の章で利用したフォトショップの範囲選択やレイヤー、フィルタの機能も使っていきます。レイヤーの複製とレイヤーマスクの設定を行います。まずは犬の部分を選択します。選択にはマグネット選択ツールを使用します。前の章で学習したようにマグネット選択ツールで犬を選択していきます。犬の部分を選択できたら、選択範囲の境界線をぼかします。選択範囲メニューから、境界をぼかすを選択します。境界をぼかすダイアログボックスで、ぼかす半径を5ピクセルに設定し、OK をクリックします。選択範囲の境界がぼけました。次に、この選択範囲をアルファチャンネルに保存します。選択範囲メニューから、選択範囲を保存を選択します。選択範囲を保存ダイアログボックスで名前を入力し、OK をクリックしましょう。チャンネルパレットを開いて確認しましょう。アルファチャンネルに名前をつけて保存した選択範囲が保存されているのがわかります。レイヤーパレットに戻って背景レイヤーを複製します。これまでとは少し違う方法でレイヤーを複製してみましょう。レイヤーパレットの下には新規レイヤーを作成ボタンがあります。背景レイヤーを新規レイヤーを作成ボタンにドラッグしましょう。これで背景レイヤーがコピーされました。次はレイヤーマスクを追加します。今回はすでにこのように範囲が選択されていますので、そのままレイヤーパレットの下側にあるレイヤーマスクを追加をクリックします。選択中のレイヤーにレイヤーマスクが追加されました。一旦背景レイヤーを非表示にしてみましょう。レイヤーマスクが設定され、背景が透明になりました。また、選択範囲の境界線をぼかしたことにより、犬と背景のエッジが段階的に透明に変化していることがわかります。この先のステップのために、もう一つレイヤーを複製しておきましょう。背景レイヤーを新規レイヤーを作成ボタンにドラッグします。背景のコピーがもう一枚できました。それではフィルタを設定しましょう。はじめにアーティスティックフィルタの中から粗いパステル画というフィルタを設定します。フィルタをかけたいレイヤーを選択します。ここでは2枚目に複製したレイヤーを選択し、表示しましょう。フィルタメニューから、アーティスティックを選択し、サブメニューから、粗いパステル画を選択します。粗いパステル画、ダイアログボックスが開きました。左側には大きくフィルタのプレビューが表示されています。中央にはフィルタのギャラリーが表示されています。
これはフィルタギャラリーと言います。各種のフィルタが一つのダイアログ内にサムネイルでまとめられています。さまざまなフィルタの効果をプレビューでリアルタイムに確認しながら選択することができます。フィルタギャラリーは三角のボタンをクリックして折りたたむことができます。そして別のカテゴリーを展開することができます。フィルタギャラリーでフィルタを選択するとダイアログ右側のオプションが変更され、選択したフィルタに関する詳細な設定が行えるようになります。テクスチャのリストからカンバスを選択します。拡大・縮小とレリーフのスライダーを動かして効果のかかり具合を調整します。効果のかかり具合は左側のプレビューで確認できます。ちょうど良い効果に調整しましょう。犬の画像がカンバスに描かれた絵のようになりますね。もう一つフィルターを重ねて設定してみます。ダイアログボックスの右下にある新しいエフェクトレイヤーをクリックします。すると現在のエフェクトレイヤーの複製ができました。今度はテクスチャのリストからテクスチャライザーを選択し、テクスチャのリストから麻布を選択します。プレビューの犬の画像に麻布のテクスチャが加えられました。フィルタ効果のリストを見てみましょう。フィルタ効果のリストにはレイヤーパレットと同じように目のアイコンがついています。現在は2つのエフェクトレイヤーのどちらにも目のアイコンが表示されています。これはどちらのエフェクトも適用された状態であるということを示しています。粗いパステル画の目のアイコンをクリックして消去します。これでカンバスの効果が消えて麻布のテクスチャ効果だけになりました。目のアイコンを表示します。再びカンバスと麻布のミックスされたテクスチャ効果になりました。現在は上にあるのが麻布のテクスチャですが、これをドラッグして粗いパステル画の下に移動します。これでテクスチャが重なる順番が変わりましたので、効果にも変化が見られます。このようにフィルタギャラリーを使用してフィルタを重ねて適用することや、同じフィルタを繰り返し適用することができます。さらにフィルタの重なり順も変更して様々な効果を確認することができます。最適なフィルタ効果になったら OK をクリックしましょう。マスクされていない犬の部分を除いて、背景に粗いパステル画の効果が設定されました。レイヤーパレットでレイヤーマスクの白黒の部分を見てみましょう。犬の部分は白く抜けていてマスクされていません。黒い背景の部分がマスクされた部分です。先ほどのフィルタで背景の部分だけに粗いパステル画が適用されたのは、黒い部分が透明になっているために下のレイヤーに適用されたフィルタ効果が現れているからです。犬の部分はマスクされていないので一番上の画像が表示されます。試しに一番上のレイヤーマスクを追加したレイヤーを非表示にしてみましょう。マスクされたレイヤーが非表示になったので、犬にも背景にもフィルタの効果が設定されているレイヤー全体が見えます。もう一度、レイヤーマスクを追加したレイヤーを表示します。マスクされていない犬の部分は透明ではありませんから、下のレイヤーを隠してしまいます。ですから、犬の部分だけ効果がかかっていないように見えるのです。しかし、レイヤーの不透明度を下げることによって、犬の部分にも下のレイヤーの効果をかけていくことができます。レイヤーパレットで
レイヤーマスクを追加したレイヤーを選択します。そしてレイヤーパレットの右上にある不透明度をクリックします。スライダーが表示されますので左にドラッグしましょう。不透明度のパーセンテージが下がると犬の部分が少しずつ透明になって下のレイヤーが透けて見えるようになります。適当なところで止めると背景はくっきりと、犬には少しだけテクスチャが設定されて立体感のある絵画風の画像になります。